お世話になっております、マサルです。今回はデジタル署名について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まずは最初に少しだけ前回の復習をしましょう。前回話したメッセージ認証符号、 Mac は作成者を判断することができないという話からスタートしたいと思います。その後デジタル署名とはの中でデジタル署名の概要をお伝えします。さらにデジタル署名が利用される流れを確認したら、最後に Mac とデジタル署名の使い分けについて勉強します。それでは始めていきましょう。まずは前回の復習です。 Mac はメッセージの完全性を担保して改ざんの有無を判断することができます。しかしメッセージの作成者を特定することはできません。その理由は送信者も受信者も共通の鍵を使って Mac を作成することができるからです。イメージとしては送信者と受信者両方とも同じハンコを持っているような状態です。第三者がメッセージの作成者を判断するときにハンコの情報を見ますが、同じハンコが2つ存在しているためどちらがハンコを押したのか特定をすることができません。共通鍵の情報が送信者と受信者世界に2人だけしか持っていない情報であれば、送信者と受信者いずれかが作ったデータには違いありませんが、もしお互いにとって不都合なデータがある場合、自分が作ったのではない相手が作ったと主張することができてしまいます。もしメッセージの作成者を担保したい場合は、今回勉強するデジタル署名を使います。ということで今回の話、デジタル署名を勉強していきましょう。情報処理安全確保支援士の勉強すると、必ずデジタル署名という単語を目にすると思います。デジタル署名という言葉を見たときには、作成者を保証するためのデジタルなハンコのようなイメージをしてください。大切な書類には印鑑を押印することがありますよね。印鑑が世界に一つだけの印鑑であれば、その書類に印鑑を押印することでその書類の正当性を押印した人が保証したことになります。デジタルの世界ではメッセージの正当性を担保するためにデジタル署名が利用されます。メッセージの正当性はメッセージの改ざん有無とメッセージの作成者の担保、いわゆる否認防止の特性があります。具体的にどのようにデジタル署名が使われているのか、次のスライドを見てみましょう。デジタル署名を使ってこのデータを送る場合で考えていきます。デジタル署名を使えばこのデータの完全性を保証しながら、さらにデータの作成者がデジタル署名を行った人ということも保証することができます。流れで見ていきましょう。まず送信者は公開鍵暗号方式を利用して鍵ペアを作成します。受信者は何らかの方法で送信者の公開鍵を取得します。送信者はメッセージを送るときにメッセージだけを送るのではなく、デジタル署名も一緒に送ります。デジタル署名の作り方は、送りたいデータに対してハッシュ処理を行いハッシュ値を取得します。そのハッシュ値を送信者の秘密鍵で暗号化します。暗号化されたハッシュ値がデジタル署名になります。その後送りたいメッセージとデジタル署名を一緒に受信者に送ります。受信者はメッセージとデジタル署名を受け取ることができています。受信者は受け取ったメッセージに対して送信者と同じハッシュ処理を行いハッシュ値を求めます。デジタル署名は送信者の公開鍵を使って複合をします。受信者が算出したハッシュ値とデジタル署名を公開鍵で複合して出てきたハッシュ値が一致していれば、送られてきたメッセージは改ざんされていないこと、さらに公開鍵で複合することができているので、この公開鍵の鍵ペアである秘密鍵を持つ人が作成したメッセージであると作成者を判断することもできます。ポイントとしては、秘密鍵を持っているのは送信者だけなので、このデジタル署名を作れるのは秘密鍵を持っている人だけということ、さらに秘密鍵の鍵ペアである公開鍵で複合できたということは、公開鍵の鍵ペアである秘密鍵を持っている人が作ったデータであると判断することができるということです。最後に Mac とデジタル署名の違いについて整理しておきましょう。デジタル署名は公開鍵暗号方式を利用するため処理速度が求められる通信には向いていません。デジタル署名を使うのは主にメッセージの作成者を担保したい場合、つまり否認防止の特性をつけたいときに利用されます。否認防止を必要としない場合は、
共通鍵暗号方式を利用した Mac を利用することで処理速度を優先させることができます。 Mac とデジタル署名は似ていますが、共通鍵暗号方式を使うのか、公開鍵暗号方式を使うのかで違いが生まれます。前回の動画と今回の動画で違いが伝わっていれば嬉しいです。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後におまけ動画用意しています。最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。オンラインコミュニティではオフラインの勉強会、飲み会、朝会など様々なオフラインのイベントもやっています。参加者さん同士で横のつながりを作れるようにしています。無料お試し期間もあります。ぜひお気軽にオンラインコミュニティ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回はデジタル署名について勉強したので、デジタルに関する話をさせていただきたいと思います。最近ではデジタル庁なんてハイカラなもんができましたね。日本もどんどんデジタル社会が形成されているようです。ところで皆さん、早稲田大学世界デジタル政府ランキングなんてものがあるのご存知ですか？これはね、デジタル政府がどのように国民に貢献しているのかっていう評価なんですね。2022年の調査結果によると64カ国中日本は10位みたいですよ。ちなみに1位はデンマーク。デンマークが行っているデジタル化の記事を読むと、まずは効果が見えるものから、国民が恩恵を感じやすいものからデジタル化に取り組んでいったみたいですね。効果が目に見えて恩恵を感じやすい、とっても良いですよね。私の勉強動画も皆さんの勉強の効果が少しずつ目に見えて成長が感じられるようにしていきたいと思っております。